脱走ミラージュ 2000N フランス空軍のミラージュ 2000N 脱走ミラージュ 2000N はフランスの脱走者が開発したミラージュ2000の複雑型をベースとした核攻撃機。派生型として通常兵器のみを運用する戦闘爆撃機ミラージュ 2000D がある。フランス空軍では戦略爆撃機としてミラージュ4を1964年から運用していたが、 1980年代に入ると機体の旧式化が進んだことから後継機が必要となり始めていた。このためフランス空軍は脱走者が開発中のミラージュ2000の発展系を後継機とすることを決め、1979年に進行攻撃機型ミラージュ 2000P 試作機2機の試作契約を脱走者に与えた。なお、機体名称はすぐに 核攻撃力不要を意味するニュークリーアイレから取ってミラージュ 2000N に変更された。ミラージュ 2000N はミラージュ2000バイトの機体フレームを活用した核攻撃能力を備える福崎として開発が進められ、機種レーダーには脱走エレクトロニク社とトムソン CFS 社が共同開発したアンテロープ5を搭載。このほか、サジェム完成プラットフォーム2機。 ダーソフ -12 電波コード、K2 機、ヘッドダウン CRT 表示装置、セーバー妨害システムによる統合対抗手段、システム、セルバルレーダー警戒受信機、スパイラル自動チャフ、フレアディスペンサーなどを装備している。ミラージュ 2000N に搭載されているアンテロープ5、レーダーは、低空飛行及び対地攻撃向けレーダーで、地形追随、地形参照機能を有し、 高性能のグラウンドマッピングモードを有する。このため、アオン速で、対地高度60メートルを維持しての自動操縦飛行能力を備えているとされる。ミラージュ 2000N 初号機は1983年2月3日に初飛行し、フランス空軍は75機を発注。このうち最初の31機は、各弾頭搭載可能な長射程巡航ミサイル、アスンプ蛍光専用機で、 ミラージュ 2000NK1 と呼ばれ、32号機以降は、通常兵器も、携行可能にした、複合人向きミラージュ 2000NK2 として、区別される。2000年からは、ミラージュ 2000NK2 の後方、攻撃システムに、自己防御機材を統合化させた、ミラージュ 2000NK2-4C への、回収作業が行われており、さらに、多列性、 レコ NG 偵察ポットや能力向上型のアスンプ、アメリオール巡航ミサイルを携行でき、自己防御電子機器をアップグレードするミラージュ 2000NK3 への回収が実施されており、50機が回収対象とされて2007年に初期作戦能力を獲得している。アスンプの運用を引き継いだラファールの配備に伴い、2018年6月21日に退役した。 ミラージュ 2000D レドームの色がダークグリーンになっている点でミラージュ 2000N と識別できるミラージュ 2000D はミラージュ 2000N から各攻撃能力を外し戦闘爆撃機としたものでラファールの開発遅延に対するつなぎとして開発された当初はミラージュ 2000N と呼ばれていたがミラージュ 2000N との名称混同を避けるため多様化を意味するデバーセフィーから取って ミラージュ 2000D と解消されている。初号機は1991年2月19日に初飛行した。ミラージュ 2000D はミラージュ 2000N との外見上の相違はほとんどないが機種に地形追随機能や対地攻撃モードなどを加えたアンテロープ5から 3C レーダーを搭載し、自己防御機材の充実化や広報装置の高機能化と高精度化を行っている。広報装置は アリス 52P 管制後方装置2機を装備して後方精度を高めているほか全地球測位システムの追加搭載も行っている。また、コックピットのキャノピーには金のコーティングが行われステルス性が高められている。フランス空軍では1993年4月からミラージュ 2000D による運用試験を実施し合わせて部隊配備も進められて同年七月十九日に 最初の飛行隊 EC1-3 が初期作戦能力到達を発表した。しかし、この時点ではまだ6機しか配備されておらず、EC1-3 が奇数を完全に揃えたのは1994年3月31日だった。なお、ミラージュ 2000D は各攻撃能力が排除されたことから輸出も可能となり、ミラージュ 2000S の名称で、 潜在的な顧客への説明が行われたが、興味を示した国はなかった。ミラージュ2 0 n 戦略爆撃機型ミラージュ2 0 n k 一アスンプ傾向専用機型ミラージュ、k、2 0 n k 通複合任向機型ミラージュ N K 0マイナス四 c ミラージュ、k、2 0 n K2 の事故、防御機材統合化型ミラージュ2 0 D 戦闘爆撃機型ミラージュ2 0 s ミラージュ2 0 D の輸出型。 ありがとうございます。